男子一部1万メートル決勝31名です。
か。5分42秒。この間の 1000m の通過、2分51秒。男子一部 1万m 決勝。この種目の見どころとしましては、視覚記録6本を持ちますのは、現在集団を引っ張っているジェームズ・ムトゥク、山梨学院大学、27分50秒54の記録を持ちます。昨年の日本インカレ 5000m でも3位になっており、非常に実力のある選手です。それに続く27分58秒53の記録を持ちますのは、石塚ハルト、早稲田大学。今シーズンは 5000m でも自己ベストを更新しており、調子がうなぎ登りの選手です。そして昨年の関東インカレ一部 5000m でキレのあるロングスパートを披露し6位入賞している松永麗、法政大学は、このレースでどのようなレースを展開してくるのか非常に期待のかかるところです。また昨年の関東インカレ一部1万メートルで入賞を果たしている佐藤真宏、東洋大学、阿部春樹、中央大学を中心とした入賞争いにも目が離せません。誰が優勝するのかわからない注目の男子一部1万メートル決勝は現在トラックで行われています。
47秒
22分28秒、この間の 1000m 2分47秒、現在先頭はジェームズ・ムトゥク山梨学院大学、そこに続きますのは花岡沙耶東海大学。このままだと28分5秒前後のゴールが予想されます。そして入賞争いにおきましては、現在8番手を走りますのは工藤新作、早稲田大学。現在8番手を走りましたのは
松村幸喜国士舘大学大学院1メートル80